上下の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回ですね、ちょっと軽く描いてください。はい、ありがとうございます。上下の見える範囲の、まず上なんですが、こちらのですね、4番目のこの歯からですね、反対側もですね、同じく4番目まで、合計8本、まずは上をきれいにしていくんですが、今ですね、上2本が、もともと神経治療後にかぶせ物が入っているので、ここも一緒にやり替えをしていきたいと思います。ちょっと今度開いてください。あんと開いていただいて、すいません。で、下はですね、こちらが5番目の歯になるんですが、ちょっと3番目と4番目の間にこの隙間があるので、はい、ここも含めて、アーチを整えていくのと、何箇所か前歯の重なっているところがあるので、ここも歯茎のラインを整えながら、綺麗なアーチに整えていきたいと思います。反対側の4番目までですね、下の歯は、合計9本ですね、上下で合わせて17本、セラミック治療で美しい歯並びに変えていきたいと思います。では、噛んでください。上下の歯をきれいにさせていただいたお客様です。ちょっと軽く開いてください。今回ですね、上下の見える範囲ですね、はい、全体的に美しく整えさせていただきました。まずですね、左上のこちらの4番目の、ね、歯からですね、上は反対側もですね、こちらの4番目までですね、の8本ですね。で、下はですね、こちらの右下、こちらの4番目の部分からですね、反対側はこちらの5番目の部分ですね、こちらが9本ですね。もともとですけども、ここの3番目と5番目の間のところに若干隙間があったので、ここに1本ダミーの歯を入れてバランスを取るように配置していきました。あとはですね、少し下の前歯のところ、重なりがあったところは統一感を出して、しっかりとアーチ内に収めながらですね、美しい歯列に変えていきました。もともとはですね、上の真ん中の2本ですね、かぶせ物が入っていたのですが、それもしっかりと取り除いて、プレミアムダイヤモンドセラミックで艶のある美しいお口元に変えていくことができました。ですので、ちょっと噛んでください。